ドロマエオサウルスは、白亜紀後期に、現在のアメリカ西部、カナダ、アルバータ州に生息していた、獣脚類恐竜の属の一つである。名前は、走る、トカゲの意味である。カナダ自然博物館の骨格模型人との大きさ、比較ドロマエオサウルスは、小型の肉食動物であり、体長、約2メートル、体重15キログラムである。口には鋭い歯で満たされており、 各足には鋭いカギ爪を備えていた。白は飛行機カンパニア機に生息していたが、この属のものと見られる歯など、断片的な化石は、マーストリヒトキのランス層や、ヘルクリク層の6600万年前の地層でも、発見されている。ドロマエオサウルスの頭骨は、糞が深く、比較的がっちりしていた。歯は大きく、上顎骨には9本だけあった。 復元図ドロマエオサウルスアルバタンシスでは、頭の後ろの静脈から、脳の後部の表面に沿った長い血管を通って、首の前の筋肉に血液が流れる。D ア,アルバタンシスの骨格キャスト恐竜についての一般書籍でも広く、知れ渡っており、世界中の博物館に、完全な骨格のキャストが展示されているにもかかわらず、ドロマエオサウルスの実際の化石はあまり、 発見されていない。ロイヤルティレル古生物学博物館で作成された、キャストはドロマエオサウルスより後に発見された他の、ドロマエオサウルス科の死から得られた知識を加えて、推定されて作成された模型に過ぎない。最初のドロマエオサウルスの化石は1914年に、古生物学者、バーナム・ブラウンにより、アメリカ自然史博物館のために行われた。 レッドディア川レッドディア川探検の中で発見された。化石が発見された地域は現在では、カナダ、アルバータ州の州立恐竜公園の一部となっている。発見された、ホロタイプアムネ5356は、部分骨格で、長さ2 4トルの頭骨、下学骨、二つの舌骨、第一、中手骨、いくつかの足の骨で構成されている。頭骨は、 糞の上部がほとんどない。他に、いくつかの頭骨の断片や孤立した歯が後に、アルバータ州やモンタガ州で発見されている。1922年にウィリアム・ディラーマ州とブラウンは、タイプシュドロマヨサウルス・アルバートニーズとして、命名、記載を行った。俗名はギリシャ語で、奏者を意味する、デルタロー・ミュー・イプシロンと、トカゲを意味する、シグマ・アルファ・ローから派生している。 種商名は、アルバートニーズは、発見地、アルバータ州にちなんだものである。ドロマエオサウルスには他に7つの種が命名された。ドロマエオサウルスリービフロンズマシューブラウン1922、ドロマエオサウルスクリスタータスマシューブラウン1922、ドロマエオサウルスグラシリスマシューブラウン1922、ドロマエオサウルスエクスプラネーティス。 ドロマイオサウルスミヌトゥーズ・ラッセル1972ドロマイオサウルスファルキュラス・オルシャブスキー1979ドドロマイオサウルスモンゴリエンサス・ポール1988である。ほとんどのものが断片的な化石に基づいており他の属のものだとされたものもある。またそれ以外もドロマイオサウルスアルバタンシスよりはるかに不完全であり 現在では、細分類では、疑問名であると考えられている。ドロマエオサウルスアルバタンシスは、ある程度状態の良、e、い頭骨が発見された。最初のドロマエオサウルス科の種であるにもかかわらず、生息地においては、他の小型住脚類より、生息数が少なかったことが、徐々に分かってきた。D. アルバタンシスの足のキャストドロマエオサウルスは短く、がっちりした頭骨。 深い下顎、粗い歯で、他の禁煙種と区別される。歯は禁煙種のサウロルニトレステスのものより激しく、摩耗している傾向があり、肉を単に刻むというより破砕して引き裂いていたことを示唆する。セリオンエトールによればドロマエオサウルスは、ベロキラプトルよりも噛む力が3倍近く強かったと推定され、獲物を殺すのに釜状の鍵ギ爪よりも顎に頼っていた。 ことが示唆される。マシュー及びブラウンは、最初頭骨の比率に基づいて、ドロマエオサウルスを、デーノドンカの中の独自の赤である、ドロマエオサウルス赤に分類した。1969年に、ジョン・オストロムは、ベロキラプトルや、新たに発見されたデーノニクスと、共通した特徴を持つことに気づき、これらを新たなトガであるドロマエオサウルスカに分類した。以来、 多数の金縁種が発見されている。ドロマエオサウルスの正確な類縁関係は明確になっていない。頑丈な作りで原始的な外観であるにもかかわらず、実際には非常に特化した動物である。系統解析では、ユタラプトル、アキロバトル、ユルゴブキアとともにドロマエオサウリナへのクレードに配置される結果が高頻度で得られる。復元図以下のクラドグラムは、 センターへ通る、イン2012に基づくものである。ドロマエオサウルスは、ユルゴブキア、ユタラプトル、アキロバトルと、姉妹群であるという結果が得られている。ありがとうございます。